個人的金枠最弱。こんなの貼るなら殴りたいしデッキに残るのも弱い。それにこれ手に入るレベルだというようなバフ札揃ってるから選ぶ理由ない。これより弱い金枠ある？ハイテンション。アイドル魂と組み合わせる前提ならやる気で有用なんだよね。元気上昇自体はトップクラスだし。圧縮だと使い切りの1点で他に取れるものがないときに舌打ちしながら取るけど。ジェントヨーヨー。これ。存在感レベル31の介護官。なんでこっちの方がレベル高いんや。失礼な、集中増加量は上だし元気もついてくるぞ。強化しても好調にターン減少なのは変わらない上に使用数追加がないのは致命的？それは、そうなんですが。消えるだけマシかもしれないけど個人的には解放レベルも合わさって立ち位置チェック大嫌い。わかる。その集中消費算で救われない命がある。あれは一応踊る道の体力管理ステージでは有能だった。それ以外は、うん。ロジックお休み編成の外れ行動だったやつ。そいつマスターで評価変わったじゃん。水着住処の時にめっちゃお世話になったから違うと思いたい。回復しながら固有発動できるからレッスンの時助かってた。なんでアクティブなんだろうな。始まりの合図の互換だと思って取ったら消えなくてびっくりした。消えない再行動なしカードは基本的にめっちゃ使いにくいと思う。どうしても取らないといけなかったらコンテスト育成にしろ評価値育成にしろその周回諦めるレベル。成功への道筋、スポットライト、立ち位置チェック。こいつらより弱い金枠もあるけど解放レベルの兼ね合いで余計弱く見える。消えるもんだと勝手に思い込んで一時期重宝してた。圧縮するにしてもしないにしてもバフカードは基本消え物の方が便利よねってなる。消えないなら使用回数プラス1か打点のどっちかがついてないと厳しいよね。使用回数プラス1がない後半のスキルカード、これのせいで評価が前半に負けてるのだらけよ。せめて毎ターンバフる気概くらい見せろ。圧縮編成以降の成功への道筋は単発バフカードというだけでまだマシなイメージになった。立ち位置チェック、スポットライト、ジェントヨーヨーは最下層のままだけどスタートダッシュとなんなら祝福もだいぶ従ってる。スポットライトも1回のみなら好調バージョンとして活躍できたのかもな。スタートダッシュは出てくるレベルだと体力管理と火力でだいぶ有用よりだから。あと祝福は圧縮編成でちゃんと取るからセーフ。アプデで情報修正ができるって前例があるから待とう。ランダムで混じる今のシステムでゴミカードは多いほどつまらなくなるんだ。立ち位置チェックマジで取りたくないけど乙女心覚醒の前だから取らざるを得ないんだよな。バフなしかよく弱くて集中消費とかコンテストメモリーに絶対生えてほしくない。消えないのがデメリット扱いなのどうすんだろな。デッキに残る方が効果高くないとダメじゃない？残留して使い返すならバズワード級の火力でもないとな。サポカさんを含めるならお厚い視線が最弱だと思う。効果微妙なのにマスターのアイテム次第では使うことすらままならないのなんだあれ。サポカさんだったらぶっちぎりでお姉ちゃんだもの、だぞ。そもそも使用することができないし。レッスン中以外使えないしレッスン中すら使えない場面あるとかいう悪い意味でバグみたいな存在。これレッスン中のみ1回かつクリア 100% 前にしか使えないってことはクリア、パフェの殿で出てきたら使えないのか？試験中も出てくるのか？それとも最初から除外？うろ覚えだから間違ってるかもだけど確か試験だとスコア3000以下じゃないと使えないとか制限あったはず。試験だと1000以下のみ使用可能だぞ。使って消すこともできないから眠気以下。ゴミすぎて草枯れた。コンテストや道だと数値どうなんだろ。逆に金枠最強は何やろ。センスは存在感シプレヒの2強で好印象がきらめき。やる気がイメトレ。イメトレほんと好き。シンプルに有能。存在感はシプレヒより1段か2段落ちる。圧縮でも存在感は拾えたらラッキー程度だけどシプレヒは持ち込まないと話にならないし。好調位置下げるのもあって天真爛漫願いの力とほとんど差が出ないからな。好印象は夢見心地か乙女心じゃね。好印象は人材やろ。本番前夜や静かな石は無難に役立つけど最強って感じじゃないしな。ハートの合図は良い線いきそう。個人的には飛躍も結構強いと思う。